かわいい、かわいい、かわいい。やあ、せつなけいすけだよ。今回作っていくのは、ディスクロニアの登場する、このリリーというキャラクターです。ディスクロニアとは、俺は神作だと思っているアドベンチャー型の VR ゲームでして、近未来の世界を舞台に、主人公のハルが、事件の捜査をしていき、いろいろ探索して事件を解決に導くというゲームです。リリーはその捜査官になったハルのパートナーとして事件の捜査に協力してくれるサポートのアンドロイドロボットというところでしょうか。そんなシリアスなゲームの癒しとして機能している、そしてこのゲームのマスコット的存在といえるリリー、これをハロのガンプラで再現できるのかどうか試していきたいと思います。見てよ、このハロのコラも最初から割とそっくりなんですよそこに目をつけてリリーを作っていこうかなと考えに至ったわけです。さて、どうなっていくのか、制作過程をご覧ください。これはハロのガンプラを組み立てた状態。いつも手を加える前に一旦組み立てを終わらせてから、組み立てた状態を見てどう手を加えていくか考えるようにしてます。考えた結果、まずエポキシパテという粘土型のパテを使って隙間を埋めていくところから始めることにしました。その隙間というのは、コロプラモの耳の部分ですね。中の部分にパテをはめ込むことで、リリーの耳の中の毛？毛になるんだろうか。この部分、まあ、とりあえずこの部分をうまいこと再現できるように持っていきたいと思います。耳の中にパテを詰め込んだら、その上に毛の部分になる部分をくっつけていく感じですね。盛り終わったら、ちょっと盛りすぎたなーっていう部分を削っていき、定置をしております。なんか、栗の中身をほじくってるみたいな感じに見えるね。耳の裏側の隙間も埋めます。あと手のパーツにも指に隙間の部分があったので、そちらも埋めておくことにしました。パテが乾くまでに時間がかかるので別の作業に移りたいと思います。リリーの頭は髪の毛のピンクと顔の肌色の部分で分かれるので、その色の境目になる部分を示す溝を掘りたいと思います。まずはシャーペンを使って、色の境目になる部分の下書きを行います。目と顔の境目も彫るんですけども、左右の目の形をできるだけ同じような形にするために、こちらはプラスチックの板、通称プラ板を目の形に沿って加工して、これをガイドにして溝を掘っております。下書きをした部分は筋彫り用のガイドテープを貼って、それに沿って刃を入れていって掘っていきます。パテが固まったら、紙やすりで磨いて、形状を整えていきます。粗い紙やすりで、大雑把な形状を作りつつ、だんだん番手を上げていって、手の表面を滑らかに整えていきます。耳の中も磨きにくいんですけども、できるだけ頑張って磨く。
まずは下地となるサフの塗装。リリーは全体的に明るい色で構成されているので、基本的にサフの色は白。唯一手だけは黒なので、そこだけは黒いサフを使います。そして本塗装、ピンク色は市販のピンクに白を若干入れて色を調整して使いました。肌色の部分を塗るときはピンク色の部分にかからないようにマスキングテープを貼って塗装します。乾燥してテープを剥がしたら、わっ、めっちゃ綺麗にできとんねこれ。次は目の色を筆で塗っていきます。リリーの目の色は中から黄色、水色、青色だったんですけども、水色はプラノの本来のそのままの色を使って中に黄色を塗って外側を青で塗るという形で仕上げました。眼球の白い部分も筆で塗って、そのままの流れで耳の中の毛を塗りました。さらに眉の部分の黒色と目の斜め上あたりにある赤紫のところの筆塗り、最後に艶消しを塗ったら塗装は完了です。最後にリリーのチャームポイントとあるリボンを取り付けていきます。パテを練ってリボンの形にして、それを取り付けて乾燥を待ちます。乾燥したらさっきやったように紙やすりで磨いて整えていきます。色を塗る前にリボンの周りの部分にマスキングテープを貼って、関係ない部分に色がつかないように気をつけます。塗り付ける色は青竹色、水色のメタリックカラーで筆のりをしていくと、リリーハロー完成。というわけで今回はハローのガンプラをディスクローニアのリリーというキャラクターを模して作ってみました。今回新しく挑戦したのはやっぱりパテですね。エポキシパテを使ってリボンとか耳の形状とかをですね、自分なりに作り出してみました。これを作るよってやっぱりパテってすごいなと思いましたね。自分の思い通りに形を作れる、この自由度、これはやっぱ創作意欲っていうかけたてるっていうか、自分の思っとった想像したものが形になる瞬間って面白いですね。逆に反省は全体的にやっぱまだ雑やなと思いました。筋彫りとか筆で塗装した部分とか、まだまだ荒い部分が目立つなと。このあたりはやっぱ手先の不器用さっていうのが露骨に出てますね。でも自分なりにいい作品ができたなとは思っているので満足です。この作品が良かったと思う方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。というわけで今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。おつけ